はい、ヨッシーです。今回はですね、またちょっとディスクシステムなんですけども、前回ちょっと動作確認したジャンクのやつなんですけども、一応こんな感じでチェック済みですね。で、境界上のまあ動作したりしなかったりっていうのをちょっと集めてみてですね。で、こちらの方ディスクシステムちゃんと動くは動くんですけども、ちょっとまあ視聴者の方にご指摘されたアドバイスいただいたまあヘッドの調整をもうちょっと精度を上げてもいいんじゃないのかというのと、あとコンデンサーの交換ですね。まあ現状でもほぼほぼジャンクを動くような感じではあるんですけども、もうちょっと精度を上げてですね、こちらの動いたり動かなかったり、もしくは完全に動かなかったりっていうのを、ちょっとどのぐらい再生できるよう、ディスクを読み取りできるようになるのかっていうのをですね、ちょっと試してみたくなったので、ヘッドのちょっと再調整と、あとコンデンサーの交換ですね。古くなったコンデンサー、まあ見た感じ大丈夫そうだったんですけども、ちょっと全部それを交換して、こちらのまあダメだったり、読み取ったり読み取らなかったりっていうソフトはどのぐらい再生できるようになるかっていうのをですね、ちょっと試してみたいと思います。じゃあまあ前回とか前々回ぐらいですかね、かなり分解の説明したので、もう一気にヘッドのところまで行っちゃいます。はい、ですね、ここまでもう分解してあります。で、ヘッドの調整を再度ちょっと精度を上げてちょっとやるんですけども、まあこんな感じでぐるぐるやってると、ここの部分がですね、このユニットの部分が上にだんだん上がってきます。ここまでは前と一緒ですね。で、今回はですね、まあカシャンっていうのも一応目安ではあるんですけども、ちょっと別なところをですね、ちょっと見てみたいと思います。ここのところ、まだ鉄板出てきてないな。で、これちょっと上まで上げると、その後下に下がりますので、ちょっと頂点まで上げちゃう。こんな感じで、ほぼ頂点になって、この辺りから、これがですね、このユニット上まで上がるとだんだん下がっていくんですよね。今、下がり始めましたかね。で、下がるときは結構な速度で下がってきます。ちょっと見てわかりますかね。ここの部分ちょっと覗いてみればわかると思うんですけど、かなりの速度で落ちていってます。で、問題はですね、ここのところなんですけども、これはちょっと下がった状態にちょっとしていただいて、これが上がっちゃってる状態ですね。これを下がった状態にしていただいて、ここの覗き窓ですね、ちょっと見ていただくとですね、見えるかな。ここ今鉄板で、見ていただくところはここのポイントですね。この楕円の穴が現れてきますんで、ここのところで切り欠きがちょっとあるんですけども、こんな感じで、楕円状の切り欠きがあるんですよね。この鉄板の下のこっちの方ですね、ここに切り欠きがあるんですけども、その楕円 と、この切り欠きがぴったり合った時にですね、カシャンっていくんですよね。なんでそれをちょっと見ていただければなと。じゃあちょっと、そのところまで行っちゃいます。そろそろなってきましたので、楕円がずれてきてるの分かりますかね。こんな感じですね。今楕円の上の穴が見えてきてるの分かりますかね。ここが切り欠き と、ぴったり合った時にカシャンっていきますので、その時がヘッドの位置が水平ですね。この向きに、この平らな部分がこの向きになっていれば OK ですね。じゃあちょっともうちょいですね、これがかっちり合えば OK ですね。こんな感じですかね。今ちょうどぴったりになってますね。この下の、楕円の鉄板ですね、この下の楕円の鉄板とここの切り欠きが合ってる時が、でちょっと若干なんですけど、ちょっと斜めってますよね、これ。なんでこれをまっすぐ、直したいと思います。このところは一応ですね、芋ネジですね、芋ネジの六角で、緩めてあげて今締め直しました。で、位置的にちょっと再度確認なんですけども、下の楕円、この下の鉄板ですね、下の鉄板の
ここの欠けてる部分に、楕円の穴が来ているので、それがぴったり合ってることを確認して、ここのところがこんな感じで水平になっている、これで完璧に直っていると思います。さっきの状態でちょっと若干斜めってましたね。今回はぴったりだと思います、こんな感じで、下の鉄板ですね、これなんですけども、これなんですけど、これがこの鉄板なんですよね。でこの頃に楕円の穴が開いてるんです。それがここの切り欠きのところにぴったりと合わさった時に、これになってれば OK ですね。これで、完璧に合わされてるはずですね。であとコンデンサーちょっと交換したいと思いますので、ここ4箇所ネジ外します。ドライブ側の方は4箇所ですかね、コンデンサーあるので、これちょっと、ハンダのところに行って、交換していきたいと思います。はい、とりあえずじゃあ、ドライブの方ですね、コンデンサーマップも書いたので、交換していきたいと思います。まあ、ちょっと1個だけ、動画は撮影して、あとは処理します。こんな感じで、とりあえずついてるハンダを除去します。もうグラグラだったから取れますね。これ立てたこと、足が引っかかって基板を傷つけちゃうといけないので、まっすぐ整えます。じゃあそんなに整えられてもなかったんですけど、とりあえず抜けましたね。じゃあここのところですね、無水エタノールでこれでちょっと掃除して、で電コンデンサーの容量的には100マイクロファラドですね。100マイクロファラド見えるかな、100マイクロファラドの 6.3 ボルトなんですけども、手持ちが、ないので、100マイクロファラドの16ボルトで、代用します。で極性がきちんとあるので、守ってですね、こういった基板に結構プラスの部分書いてあるんですよね、こんな感じで。で、情報もこんな感じで残しておけば、どっちの向きにプラスなんだかっていうのが分かると思うので、感じですね。違う逆だ逆。こっちがプラスか。危ない。こういうの結構ミスるから、あれですよ、念入りにちょっと注意した方がいいですよね。こんな感じでちょっとくっと曲げて固定してあげて、ハンダしていきます。じゃああとあれですね、フラックス。ハンダの乗りを良くするためにフラックス塗って、これでハンダモリモリします。こんな感じですね。特に難しいこともないので、これで足を直近して、で余ったフラックスを。フラックスを拭き取れば OK ですね。これで1箇所おしまいです。じゃああと残り4箇所ですね、同じような感じでちょっとやってきます。はい、一応問題なくですね、 1,2,3,4 箇所、交換できましたので、次本体側の方ですね、コンデンサー交換したいと思います。はい、本体の方ですね、もうあのネジ外したんですけど、ここ2箇所ですね、ここ2箇所ネジ外すと、あれ、これ抜けますんで抜けますんで、あー抜けてくれ、はい、願えば叶うみたいな感じですでこんな感じでめくると、4箇所コンデンサーが出てきます。これが、100マイクロファラドの、25ボルト帯電圧ですね。でこれが100マイクロファラドの、25ボルト、47マイクロファラドの16ボルト、10マイクロファラドの16ボルトですね。でこれ先ほどと同じような感じでですね、全部外して交換しちゃいます。はい、一応こんな感じで、新品の、コンデンサーに全て交換しました。多分ほぼっていうか全部国産のコンデンサーだと思うので、長く使えるんじゃないですかね。この辺ルビコンかな、これ日コンだと思うので、多分いい感じじゃないですかね。
じゃあこれあとちょっと戻して動作確認してみたいと思います。それでは組み上げましたので、動作確認してみたいと思います。これは普通の、動くやつですね。他の機種でも、前の状態でも全然読み取ってたやつをまず最初にバレーボールですね入れてみたいと思います。これ読み取らなかったら何なんだって話になっちゃいますよね はい、問題ないっすね。はい、OK です。次ですね、この裏面のやつのマリオブラザーズが読み取ったり読み取らなかったりするっていうので、ちょっとこっちの方、まず境界線のやつですね。微妙な感じのスーパーマリオ2ですね。あら、27出ちゃいましたね。微妙なまんまですね これはダメみたいですね。じゃあ次サクサク、動作確認していきたいと思います。次ですね、アルマラの奇跡、これも微妙なやつですね。動作したりしなかったりみたいな。じゃあアルマラの奇跡頑張ってくれこれもダメだな。変わんなかったらちょっとショックだなチャンスは2回までということで、あーダメだな。アルマラの奇跡も、ダメなまんまですね。次ですね、サッカーですね。これむき出し保管のやつであんまり状態が良くなかったと思うんですけども、こっち側の、スーパーマリオ2は OK なんですけども、サッカーが読み取れなかったっていうので、こちら行ってみたいと思います。1枚ぐらいでもちょっと読み取れるようになってくれてたら嬉しいなっていう感じはありますよね。これもダメですね。もう一回チャレンジ。頑張れ。これもダメですね。まああれですかね。前の状態でも結構。メンテナンスの状態が一応は行き届いてたって感じですかね。じゃ次ですね、こちらの方ですね。なんか AB 面でゲームが入ってみたんですけども、A 面の方で読み取れないので B 面も読み取れないみたいな感じですね。何が入ってるかは分かんないです。あ、スイッチ電源入れてなかった。これもダメですね。まあジャンクのディスクなんで、まあダメっちゃダメなんでしょうね。ダメだ。じゃあ次ですね、ジャパンゴルフジャパンコースですね。こちらちょっと行ってみます。ダメですね。これももう一回ラストチャンス、いけー。
っぱりダメですね。まあここら辺はあれですかね、もうガチジャンク状態なのでなかなか難しいですかね。じゃあ次ですね、筋肉マン、これは無理じゃないですかね。かなりつわもて、あのつわもののあれですよ、じゃあガチジャンクですよ。そうですね、エラー27です。でもあれです、28が出なくなったから動作の方は安定してるってことですよね。このディスクのエラーの27しか出なかったので、27は確か磁気不良かなんかでディスク面側の問題って感じですからね。前はあれですよね、あの整備する前は28とか22が、あれ抜けなくなっちゃった、抜けなくなっちゃった、あれ、あれ出てこない、え、なんマジでびっくりした、壊れちゃったかと思ったら、あのこのマスキングテープのところがちょっとめくれてて粘着でちょっとストップかかっちゃったみたいですね。ちょっとあれですね、マスキングテープ貼るときはきちんとあれですね、端とかやんないとダメですね。ここのところがペロッとめくれてて、上のところにちょっと貼り付いてたみたいなので、これちゃんと貼り直したら、ちゃんといくようになりました、ね、びっくりした、壊し、なんかあのバネでもなんか外れちゃったのか、もしくは変形しちゃったのかと思っちゃったんです。とりあえず大丈夫みたいですね。一応こんな感じで今日はですね、ディスクシステムですね、まあできてはいたんですけども、さらにちょっと精度を上げるような感じでちょっとアドバイスいただいたので、で前はエラーも22とか27、28しか出てない、あ3つぐらい出てたんですけども、27しか出なくなりましたね。なんで磁気不良のやつはさすがにディスクの方がちょっといかれちゃってるのはちょっとさすがに難しいとは思うんですけれども、それ以外のこのドライブの方の面のエラーっていうのがなくなったので、かなり精度の高いディスクシステムができたんじゃないかなと思います。でコンデンサーの方も全部国産、おそらく全部国産だと思うんですけども、国産のコンデンサーに新しくちょっと交換したので末永くですね扱っていただけるような感じになったかと思います。まあプレゼント企画で一応送るので、ちゃんとしたものを送りたいなっていう気持ちがあったので、あれですね、でプレゼント企画の方はちょっと気になる方は前々回の動画の方に、概要欄の方にも書いてありますんで、まあ、説明は動画の方で上げてますけども、そちらの方を見ていただいて応募いただければなと思います。まだ受け付けてますんで、もしよろしかったらですね、Twitter の方をフォローしていただいて、DM で、応募していただければなと思います。一応こんな感じで今日はですね、ヘッドの、調整をですね、さらに根拠のある、調整の仕方っていうのをですねちょっとやってみました。でバッチリですね、そちらの方であったと思います。今までカシャンカシャンっていうアバウトな感じでですね、グリーンスの粘度を低くしたりとか、そういうのでちょっと調整してたんですけども、今度はですね根拠のある方法をちょっと教えていただいたので、そちらの方行ってみました。であとコンデンサーですね、古くなってると、まあ今は大丈夫かもしれないですけど、後々ねやっぱりちょっと寿命が来ちゃって液漏れでダメになっちゃうかなっていうのをですね、今回きちんと交換したので、まああと10年20年どうなんだろうそこまでいかないと思うんですけど、長く使えるんじゃないかなと思います。一応こんな感じで、今日はですねディスクシステム、再度ですねちょっと精度を上げるために、行ってみました。このチャンネルはですねこんな感じで、ジャンクで購入してきたものですとか、あとはですね、まあ、中古もあるんですけども、そういったのをですね、清掃メンテナンス、あとは、これは、もともと壊れてたんですけども、そちらのですね壊れてた場合には修理したりとかしております。まあゲーム中心ですね、ゲーム中心というかゲーム関係のみなんですけれども、こんな感じのチャンネルです。
チャンネル登録、グッドボタン、あとはですね、コメントですね、アドバイスですとか、こんな情報があるよとかって教えていただけると非常に助かりますし、あとはアドバイスとかも嬉しいんですけども、まあ感想ですね、あとは要望ですとか、そういったのだけ入れていただけるだけでもですね、非常に励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで、ぜひ見に来てください。ではまた。